ロフェッショナルとともにアルザスワインの世界を味わう、今回は中華編ということで、今日もまた面白いテーマになりそうです。いつもの通りナビゲーターは大越元さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そして、今日は5日の田村シェフということで、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、今までその3回シリーズということで、やってきまして、まあ、キャラクターの違い、それからスタイルの違いというようなことだったんですけど、今回の3種類、ピノグリ、ピノノワール、ピノブランというところで赤白混ざってきました。どんな特徴があるでしょうか。そうですね、もうちょっとね、女のブドウ品種自体もすごくやっぱりたくさんある、あの認められている産地としても有名なんですよ。その中でたくさん あのワインラバーの方が好きなピノノワールの、系列、いわゆるこう家族系列のブドウ品種3品種の、まあ、こうなんですか、飲み比べみたいな感じなんですけども、今日はいわゆるこうピノブラン、ピノグリ、ピノノワールというふうに、あのピノ系で皮の色が全部違う、白とグレーとあの黒というところ あの違いによって生まれてくる味の、またそこによって生まれるこう味のバリエーションの豊富さというところを楽しむことができるのもアルザスあのならではですし、この3つを試飲することでですね、いろいろ見て取れるかなと思います。一つずつ、はい、特徴を教えていただければ、はい、まあ、今回まずあのピノブランなんですけども、もうとってもこう香りがクリアなんですよね。綺麗なフレッシュな香りの香りが上がってきて、ちょっと白桃だったりですとか、あの洋梨だったりですとか、どちらかというと軽く熟れたような、そして優しくて、あの本当にこう柔らかさを印象付けるような、そのような香りというのが特徴になります。実際に口当たりもあのとても丸みがあります。あの何かの味わいが秀でているというよりは、あの甘やかな、まあ、甘やかというか果実味ですね、果実味と酸味で、あとは少しやや若干ほろ苦さとか塩気とかもあるんですけど、そういったものが全部きれいにこうまとまっていて、あの軽やかに仕上がっているワインでして、大変こうあの使い勝手のいいワインかなと思います。ありがとうございます。ピノグリの、はい、でピノグリの方はあの今回のですね、あのピノグリの生産者がやっぱりこうちょっとナチュラルワインを作ることでもとても有名な生産者のものになってますんで、あのいい意味でですね、作りの時に酸化防止剤をほぼ使わないです。なので色合いがこのようにちょっとこう、色づくというところが特徴でして、でまず印象的に残るのはちょっとねスモーキーな感じなんですよ。あのピノグリってシャンピニョネっていうフランス語がよくあるんですけども、いわゆるキノコみたいな香り、あとはまあいわゆるこうスモーキーな香りっていうのが特徴でして、それがまず一番こう特徴的に上がってくるのがこの、ワインの香りですし、それ以外にはやはりこう少しアプリコットとかビワとかのようなちょっと黄色い果実が気持ち売れてるような、そのような香りがしてきてですね、本当にこう複雑で力強い香りがぐっと押し上がってくる、そのようなのがこのピノグリの香りの特徴になってます。割とこう飲み応えがあって、力強さというのを感じることができるのがピノグリですし、ピノグリは先ほども申し上げました通りちょっと色がついているので、その分味わいにいわゆる骨格が生まれる、ストラクチャーがしっかりとしてきて、飲み応えとか、まあ、心地いいちょっと、うん、苦味がこう出てくるというところがこのワイン自体のですね、こうさらに力強さに後押ししているというのが特徴になります。そしてこのシリーズ 初、はい、初の赤、はい、あのアルザスはピノノワールでしか赤ワインが生産されていないので、あのピノノワールのみ の赤ワインということになりますけれども、香りがですね、そういうタイプのいわゆるナチュラルアプローチで作っている生産者のタイプは、あの生産者はですね、あのちょっと土っぽい雰囲気だったり、あの軽くスパイシーな感じだったり、あのそういう独特 あのフレーバーがですね、果実のピュアな赤系のベリーの香りの果実と一緒にこうグッと相まってきます。で割とブドウの熟度がやっぱり高いので、あのピノノワールというと一般的にこうラズベリーとかすごく華やかな香りの印象がされるんですが、どちらかというともうちょっと甘やかな感じ、赤いプラムとかそういうようなところの香りというのが出てくるのがこのアルザスピノノワールのまた一つ特徴かなというふうに思います。実際に味わいもですね、かなりこう旨味がじわっと口の中にこう染み渡るような特徴があるのがこの
アリューさんが控えめで作られているワイン、あとはノンフィルターのワインなので少しワインがいい意味で濁ってるんですけれども、そういったところ の特徴がですね、こう口いっぱいにこう広がってくる。あとやっぱりブドウがよく熟すというところもあって、タンニンがちょっとこう骨格のぐっとしっかりしているところがあります。そういうスタイルもアルザスのピノノワールならではというところで、先ほどのピノグランと同等にですね、割とあのこの飲み応えのしっかりとあるピノノワールというところでお楽しみいただけるのがアルザスのピノノワール、まあ、この特にナチュラルアプローチで作られているものの特徴かなというところになります。ありがとうございます。シェフ、今あの、はい、大越さんから、3種類のキャラクターということで出たんですが、はい、中華料理とワインという組み合わせ、はい、今はあの広がって、はい、皆さん受け入れていただけるような形にはなっていて、はい、シェフもかなりいろんなバリエーションを試されていると思うんですが、はい、このアルザスワインというところでいくとどういう印象になりますか？そうですね、個人的にもアルザス地方のワインっていうのはあのよくプライベートで飲んだりする方で、まあ好みとして、僕は酸というものが結構好きなタイプなんです。でやっぱりあのアルザス北の方なので、イメージとしてはやっぱりあの綺麗な酸というのがまず第一印象で、今日の今の大越さんのお話と、まあ、ちょっとテイスティングさせていただいて、まあ、塩味があり果実味もあの北なのに果実味がこうジューシーであの熟してる感じのするふくよかなワインなので、まあ、今日もあのこの後お料理ですけど、まあ、中国料理と、にすごいあの相性がいいななんて思いながらあの飲ませていただきました。どんな料理を、シェフが、ね、作っていただけるのか楽しみしておりますので、はい、それでは、お料理の方よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。羊をメインに使いまして、まあ、中国の伝統的なこう発酵調味料である白菜を、こううちであの発酵させて作った、まあ、いわゆるあの発酵調味料漬物のようなものを、ソースに子羊と一緒にご用意しました。で子羊の方にはあの塩と、軽くクミンとフェンネルでちょっとマリネをして、それをじっくりとローストして、まあ、ジューシーに仕上げる。でそこに仕上げにこの発酵させた、白菜と、少しアクセントに青い山椒で、最後にこう子羊と一緒にこう絡めて、ソースをちょっと馴染むような仕立てにしております。はい、子羊とワインというとかなりもうそれだけでも相性良さそうなんですが、そうですね、お伺いするでも中国独特のハーブであるとかそういうような複雑味も出てきそうなので、どういう風になるのか楽しみです。それでは、ぜひ味わっていただいて、はい、早速じゃあいただきます。はい、やっぱりあれですよね、あの白菜と一緒に食べた方が、そうですね、白菜がソースの代わりですね。クミンとおっしゃってましたよね。クミンを少し使って、はい、やっぱりこうクミンとかその、まあ、フェンネルとかあのハーブ類とあとはスパイス類ですか、使われてるんで、あのそういうところがですね、やはりこ のピノグリだとちょっとやっぱりこうスパイシーな感じが雰囲気的にあるのと、あのお料理的にも、まあ、あの色を見ていただいたりとお分かりになると なると思うんですけど、どちらかというとソースも白っぽい感じのソースなんですよ。で白菜が本当にいい役割をしていて、この旨味と酸味が本当にこういい役割をしていて、子羊の旨味とこうバランスをとって美味しくいただけるという感じなので、このソースの後押しをするような感じであのピノグリ楽しんでいただくと、香りの点もあとは酸味の後押しの点もで旨味の相乗効果も得られるというところでは、あのソースとの相性はすごくピノグリはいいかなと思います。
赤ワインを飲むと今度はお肉の方がぐっと、うん、ぐっと持ち上がってきますよね。あのワインのペアリングってこのお料理の中の全部を持ち上げることってやっぱり難しくて、お料理の中のやっぱりこうより相性のいいところの部分をこう引き出してくれるというようなペアリングが結構多くあります。で今回は本当にそのピノグリとピノノワールが一番いい例で、ピノグリの方はソースのニュアンスをぐっと引き出して、ピノノワールの方はお肉の良さをぐっと引き出します。やっぱりおソースのこの旨味がよりこう料理をね優しくしているので、余計こうナチュラルな感じの旨味と旨味の相性の良さを楽しむことができるなと思います。3種類のワインと、はい、この料理ということだったんですけれども、今回のことを通して今後どうでしょう、アルザスワインとシェフの料理の組み合わせの可能性というのはどう感じられますか？もちろん今後と今もそうですけど、もうさらにそうですね、もっといろいろな可能性、今実は作っていて、最後にこのウレオのハーブを追加して載せたんですけど、まあ、そういうこうパッと僕やすぐインスピレーション的なものもあるので、そうするとこうアルザスっていろんな品種があって、いろんなフレーバーがあって、やっぱり共通してるのは酸の、素晴らしさなので、そこにいろんな上にフレーバーがあると料理もいろんなこうフレーバーとかいろんなこう動きができるなっていうのはあるので、今後もいろいろなこうアルザスでもっと僕も勉強していろいろなお料理とペアリングしてみたいなと思います。はい、中華ってやっぱ香りが、そうですね、もう香りのお料理なの で、ね、はい、香りのお料理というだけあって本当に香り複雑で、なのでやっぱりこうワイン側はやっぱりいろんな香り欲しいですよね。そのいろんな香りを出せるというところも一つやっぱりここの産地特性ではあったりするかなと思って、そういう意味ではさまざまなアプローチが他のいろんな中華でもできるのかなと、いろいろ食べたいですね。ありがとうございました。